ダンカレです。今日はですね、信用残高を、貯め続けようという話を、したいなというふうに思います。年末から年始にかけてですね、結構若者と会う機会が、多かったんですけれども、よく言われるのはね、多くの人間がこうやりたいことがありませんみたいな話だったりとか、今何をしたらいいかわからないっていう人が多かったんだよね。実際、俺なんかもそうなんだけど、20代なんかそんなにね、人生かけたいものなんかじゃなかったし、俺は結果的に28歳の時に出版社に入って、そこから10年間、出版っていうね、こう最高に面白い仕事をやらせてもらって、すごくラッキーだったし、自分自身幸せ者だななんていうふうに思います。ただ、それがね、すべての人間に見つかるとは俺は思ってないわけですよね。で、実際、俺自身も今現在で言えば、教育事業に力入れていきたいななんていうふうに思って、いろんなね活動をさせてもらってるわけですよ。それもだから本当に熱くなれる理由っていうのはなんかよくわかんないんだよね、はっきり言えば。なんで、このね自分の子供でもない世界の子供もしくは日本の子供たちに、いい教育、平等な教育を与えたいというふうに勝手にこうパッションがある。それもなんでか全然理由わかんないよね。全然俺はでもその理由って全然いらないなっていうふうに思ってて、俺自身も別になんかね、その教育環境が悪かったわけです。極端に悪かったわけでもないし、普通の家庭で生まれてなんか普通に育ってきたわけですよね。だからそんな恨みとか世の中にあるわけでもないわけ。そんな中で、でも俺はそのパッションがある。そういうものを見つけたのだって、俺が今47歳でね、ここ1、2年なわけですよ、はっきり言えば。でもそれまではその目の前のことを必死にやってたわけだけど、その結果ね、出版で10年間で1000万部っていう、実績が残せて、と同時に、そこで、いろんな人たちと関わる中でね、そういう人たちのおかげで、独立してもうすぐ9年が終わろうとしてるわけですけれども、そこでどうにか生き残ってこれたわけですよ。だからその特にね、目標があったわけでもないし、やりたいことがあったわけでもなかったのね。だからその若者たちにすごく言ったのは何かっていうと、信用残高をどれだけ今のうちに、貯蓄できるかという勝負なんじゃないのっていうふうに言ったわけですよ。例えばじゃあ俺自身もね、まず独立して最初にやったセミナーが、3万円のセミナーにね500人ぐらい来てくれたわけ。じゃあなんでかと、ね、ただの38歳のおっさんのセミナーにそんな普通来ないじゃん。じゃあなんでかって言ったら、それまで俺がね一緒に仕事させていただいてたその著者の方々、ベストセラー著者の方々だよね、その人たちが応援してくれた、から、それだけの人が集まった、そこは信用って残高っていう言い方をするのはねちょっとあんまり嫌だけど、仮に信用残高とするならば、俺が出版社時代に10年間、信用をね積み重ねてきた結果、それをそのね最初のセミナーで引き出したみたいな話になってくると思うわけだ。で、世の中こういうふうに考えると、すごく分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思ってて、で、若者たちに伝えたのは何かっていうとね、やりたいことがあるとかないとか、それはどっちでもいいと。ただ、信用残高をとにかく積むと、信用残高を貯めるんだという意識で生きていくべきなんじゃないかとっていう話をしたわけ。で、信用残高がもう積み上がりまくればね、世の中に自分の信用残高が積み上がりまくれば何が起きるかっていうと、いざ自分が何かやりたいと思った時に多くの人が協力してくれるということ。要するに何かやろうとしてね、自分で事業をやるにしても、なんか企画をやるにしても、イベントやるにしても、人が集まらないとかお金が入んないってどういうことかっていうと、信用残高がないからなわけね。信用残高がない、信用残高をがない状態で何かやろうとするから、誰も協力してくれないし、誰も関わってくれない。例えばまたね、コロナ感染者数が増えてるけども、春先、去年の春先だよね、緊急事態宣言が出た頃、2020年の4月ぐらい、その頃に緊急事態宣言が出た時に多くのお店がさ、クラウドファンディングやったじゃないね。なんかその営業できないからその間のお金が欲しいということでクラウドファンディングやったと思うんだけれども、その時にお金貯まったね、お金が集まったところと集まってないところっていっぱいあったと思う。でも お金が集まったところって何かっていうと、信用残高を積み重ねてた人たちだよね。そういうお店だよね。でもこれ人生も同じなんだよ。どれだけ信用残高を貯めてるか。だから何かをやりたいとか、そんなことぶっちゃけどうでもよくて、ね、やりたいと思った時にやればいいわけですよ。ただやりたいと思った時にやる時に、今までの信用残高がなければ、間違いなくうまくいかない。誰も助けてくれないし、誰も応援してくれないから。間違いなくうまくいかないな、というふうに思ってるね。で、この話っていうのは、ちょうどね、先月、全国ツアーみたいな形でですね、本の出版記念講演会を一緒に回ってた河合さんがいる
河合克人さんという方がいるんだけど、まあ、彼とその打ち上げの席とかでね、若者と話してる時に、で彼は本当に営業のスペシャリストなわけです。気遣いのスペシャリストなわけです。で彼はが人を集めれば集まったりとか物が売れたりとかする。じゃあその秘訣は何なんですかって言ったら、どれだけ信用残高を貯めておくかだ。そして信用残高を今は引き出しただけだという言い方をしてたんだよね。あ、まさにそうだなというふうに思って、まあ、それを受け振りでですね、まあ、俺自身も若者に今こうしやりたいことなければ信用残高を今のうちに貯蓄しとけという話をひたすら、してるわけです。なのでですね、ぜひ、皆さんもですね、なんか目の前でそんなにやりたいことがないんであれば、まずは信用残高をどうやって貯めるのかっていうのを考えるのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、2021年も引き続き YouTube チャンネルやっていきますんで、チャンネル登録お願いしたいのと、あとメルマガ LINE に登録してくれたらですね、まあ、俺の最新情報なんかも、手に入りますし、プレゼントも差し上げますんで、ぜひ登録してもらえればなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。